오이 마케로 第2コース 三重地区のプライドにかけて優勝旗を持ち帰りたい三重3前回大会はに2年越しのリベンジなるか本土組K組 絶対持って帰ってくれるよ。今日の参加チーム中一番のタイムをたたき出しています。プロの幕内司会を第5コース前回大会から主力が変わってもそれでも2連覇を目指しています。野崎 兵庫県相生市からの参加過去2連覇を経験する強豪今日のベストタイム49秒37勝てば3大会ぶり3回目の優勝です第2コース 三重地区のプライドにかけて優勝旗を持ち帰りたい三重すくに今日のベストタイム 4分50秒84 三重地区としては3回目の優勝を狙います。第3コース前回大会の2位リベンジなるか。土井の組K組今日のベストタイム4分50秒35土井の組地区としては7回目の優勝を狙います。 第4コース、トロロ明石司会熊本県英北町からの参加今日のベストタイム4分47秒30参加チーム中最も早いタイムをたたき出しました。勝てば初優勝。第5コース前回大会から2連覇を狙います。野崎今日のベストタイム4分51秒18 前回大会に続く2連覇4回目の優勝を狙います。そして第6コース2大会ぶりの王座奪還に燃える福田勢今日のベストタイム4分55秒95。2大会ぶり2回目の優勝を狙います。準決勝までのベストタイム1位から6位までは10秒差。1位のトロロ明石司会から 2位の磯風総裕会までの記録したタイムはおよそ2秒差。3位の土井の組K組までもトップからおよそ3秒差となっています。ドルフィン桟橋に旗が上がりました。いけ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 い
海老の男たちがプライドをかけたレース、王者はどのチームか。第1コース、今年も兵庫県愛媛市から参加、磯風総雄隊。第2コース、イエス区のプライドにかけて優勝旗を持ち帰りたい、イエス角。第3コース、前回大会4人、イルミジナルカ、土井の国ケイクリ。第4コース、今日のベストタイムを叩き出している、トロの若手司会。第5コース、前回大会からの2連覇を目指す野崎。そして第6コース、2大会ぶりの重さ奪還に燃える福田誠也です。先頭を伺うのはサンデーです。第1コース、磯崎総雄会、そしてイエス角。第3コース、ゴイノピ、さらには第5コース、野崎も先頭を伺っています。決勝の王者を決めるレース、並走
している主催戦大倉さん、そのひとかきひとかきに全ての魂を注ぎ込んでいます。全ての6体が入っているそんな状態。若干リードしているのは第1コースの磯風総遊会か、あるいは第3コースの土井の首軽首か、あるいは第4コースのトロロ若寿司会熊本レアプラチカルの参戦。この3艇が今激しく競り合っている。第1コースの兵庫県からの磯風総遊会、そして第3コース地元長崎県土井の首軽首、そしてからの参加トロロ若寿司会、そして並んで第5コース野母崎、その後追って第1コース磯風総遊会です。まもなく折り返しに入るところ、折り返し地点村山さん。強い向かい風の中6チームが近づいてきますが、これは分かりません。2停止の中に全てのチームが収まっているかという、まず折り返すのは磯風総遊会、さらに東京都の若司会、野崎大泉県民が続きます。2年進みは最後に行きます。そして最初に手を出すのは一番手前だ、磯風総遊会、兵庫県の低温チャンピオン。さらに真ん中あたり東京都の若司会、さらには野崎、2年進み、土井の国県民、このあたりはあまり差がありません。最後に福田聖子ターンしました。魂を戦い、残りはあと 520m、 追い風です。コースの野崎、そして第4コースのトロの若手司会、さらには第3コースの土井の首軽首、そして第1コースの兵庫県の磯風総遊会、この4艇が三好の差、4艇が三好の差、若干リードをしているのが第5コースの野崎か、第5コースの野崎か、野崎が今伸びている、伸びている。そして第3コースの土井の首軽首も頑張っている。そして第4コース熊本のトロ若手司会、こちらも来ている。分からない、全く分からない、どうしません。現在伸びているのは第5コースの野崎、野崎、さあ第5コースの峰澄か、第3コース土井の首軽首か、第4コースのトロ若手司会か、第4コース野崎か、タイム4分51秒41、3着トロロ若獅子会、3着トロロ若獅子会、タイム4分52秒49、4着三重澄、4着三重澄、